マヤリノビドラク条約は1846年12月12日にヌエバグラナダ共和国とアメリカ合衆国との間で調印された条約アメリカ合衆国がイギリスなどのヨーロッパ勢力に対抗しつつ西部開拓に向けての輸送ルートを確保するためヌエバグラナダ共和国から現在のパナマ共和国地帯パナマ地境でのアメリカ合衆国の通行権と通称の承認を 受ける条約として調印された。これは後に、パナマ地境鉄道とパナマ運河の建設に一役を買ったが、ヌエバグラナダ共和国からのパナマ、共和国分離独立につながる一因ともなった。1492年、クリストファー・コロンブスがアメリカ大陸を発見し、ヨーロッパがさらに西への航路を模索する中1513年、探検家、バスコ・ヌーニエス・デ・バルボアが、 太平洋を発見。それに伴い、パナマ地境での鉄道と運河建設の機運が高まった。1588年7月、スペインの無敵艦隊がイギリスに敗れ、カリブ海域でのスペインの政界権が失われると、変わってイギリスがこの海域で勢力を拡大。その後も、ヨーロッパの植民地争いの場と化していた、アメリカ大陸は1775年の、 アメリカ独立戦争を経て、1823年に、アメリカ大統領、ジェームズ・モンローの外交原則、モンロー主義により、アメリカ大陸でのヨーロッパの影響力の排除に成功した。またこの時アメリカ合衆国は、西部開拓時代を迎え安全に西へ物資を輸送できる輸送ルートを確保するため、当時パナマの地を統治していたヌエバグラナダ共和国との交渉を開始し、 条約締結に向けて動き出した。1846年12月12日、調印されたマヤリノビドラク条約は、ヌエバグラナダ共和国がアメリカに対して公式に平和条約と友好を確認し、公開と貿易に関する権利を与えると同時に、相互扶助の協定を意味していた。その上この条約は、パナマ地境を超える重要な通行権をアメリカに許可し、 暴動とヌエバグラナダ共和国からの独立抵抗運動の運動家たちを武力で鎮圧する許可でもあった。その結果マヤリノビドラク条約下でアメリカは文官、オザクミノリ、ゲリラもしくは自由主義政党独立運動に対しパナマ地教で軍事的に何度も介入することになった。パナマ地教鉄道1848年、アメリカ合衆国は カリフォルニアゴールドラッシュが始まると民間資本でパナマ地境の鉄道建設が可能になり、パナマ地境では地境を横切るパナマ地境鉄道の建設を開始し、その間にも再びヨーロッパからの干渉は続いたが、1850年にイギリスとのクレートン・ブルワー条約により合意。アメリカ合衆国主導のパナマ地境鉄道工事が始められ7年を費やして完成させた。 1861年に勃発したアメリカ南北、戦争は1865年に終結すると、パナマ運河建設計画の機運が再び盛り上がり、アメリカ議会は、フランスの会社から、パナマ運河の工事権と資産を買い入れるための行動を、開始した。右与曲折を経た1903年、アメリカ国務長官、ジョンヘイト駐在コロンビア代理講師、 トマス・エランによる運河引き継ぎに関する条約兵、エラン条約が批准されることになった。ところが直前にコロンビア議会がこれを否決してしまった。これは莫大な運河の権利譲渡金をめぐり、フランスの会社とコロンビア政府との間で対立が起きていたためだが、この時、コロンビア共和国の一部であったパナマ地況は、この否決後、アメリカがパナマ独立運動家、マヌエル・アマドール、 フィリップ・ビュノー・バリーヤを支援し、同年10月、無血革命により、パナマ共和国として独立を果たした。最終的に、マヤリノ・ビドラク条約は、アメリカ合衆国が政治的、経済的にパナマ地境に影響を及ぼす、合法的な抜け穴を与えることになっていた。同年11月18日、パナマ独立運動家、フィリップ・ビュノー・バリーヤは、アメリカ合衆国と、 パナマ運河条約を調印。しかしながらアメリカは運河構築のためのパナマ地境の一辺の通行権獲得に失敗したため、以後のコロンビア共和国からのパナマ分離姿勢を一変させた。ありがとうございます。